ベクター CR21 は南アフリカのデネルグループのベクター消火器事業部が開発・生産するブルーパップ方式のアサルトライフルである。CR21 とは21世紀のコンパクトライフルのアクロニムであり同時期に開発されたシンガポールの SAR21 やイスラエル製のタボールタール2 1と同じ意味がある。南アフリカ国防軍は 1970年代後半から1980年代に FN フルの後継としてイスラエル製のガリールを採用し消火量を加えた上でベクター消火器事業部の前身である南アフリカ国永住機メーカーのリッテルトンエンジニアリングワークス社にベクター R4、R5、R6 としてライセンス生産させて配備していただけでなく小規模ながら輸出も行われていた しかし、1990年代に入ると、銃器類は軽量化のためにポリマーを多用することが流行するようになったため、R4、R5、R6 は旧式化が目立つようになった。さらに R4、R5、R6 は、もともとガリルをライセンス生産した銃であることも、輸出においては不利な要素となった。 このため、南アフリカ国防軍の磁気式アサルトライフルと、新規の輸出用アサルトライフルとして、CR-21 が開発され、1997年に、その存在が公表された。CR-21 は、ベクター R4 の金属製レシーバーや重心、トリガーメカニズム、ボルト、ボルトキャリアーと一体化した、ガスピストン。 リコイルスプリングなどの主要部品をほぼそのまま流用し、高強度ポリマー製の外装を被せる形で開発されている。また断層も、ベクター R4,R5,R6 用のポリマー製断層を流用する。この方法は、部品の新規設計にかかる、時間の短縮と既存の生産設備を流用することでのコスト削減を意図して採用されたものであるが、 重機としての使い勝手については悪影響を与えている。同時代のブルパップ式アサルトライフルの多くが左手で構えて撃てるように内部部品を組み替えることで左方向に配差やできるように設計されているのに対し CR21 では R4 の主要部品を流用した結果そのような機能を盛り込むことは不可能となったため 事実上右手でしか扱えなくなっている。その代わり、ハイサヤ口の髪型と後方には、空薬卿が極端に髪型もしくは後方に飛ばないように反射板が設けられている。また、現代のアサルトライフルやサブマシンガンでは、ブルーパップ方式か従来型かにかかわらず、セミオートとフルオートを切り替えるセレクターと、 安全装置のオンオフを切り替えるセーフティを一つのレバーで兼用する方式が主流であるのに対し CR21 ではセーフティはトリガーガードの前方付け根部分に配置されたクロスボルト式ボタン、セミオート射撃とフルオート射撃を切り替えるセレクターは重症左右両側面の肩当て付近に配置された回転式レバーにそれぞれ分かれている作動メカニズムは ベクター R4,R5,R6 と同様のガス圧作動、ロングストロークピストン、回転ボルト方式である。ただしコッキングレバーについては、ベクター R4 と同様に、ボルトキャリアーと一体の部品である、コッキングレバーが入、鞘口から突き出ている構造は採用せず、レシーバー全部左側面に独立した、コッキングレバーを配置し、コッキングレバーの付け根から後方に突き出た。 金属棒がボルトキャリアを押し下げる方式を採用している。このため CR21 では射撃時でもボルトキャリアの動きに連動してコッキングレバーが動くことはない。外装は重症の肩当て部分から後方上部を覆う上部外装とハンドガードやグリップなどを含めた下部外装に分かれる。全体的に局面を多用しているほか 排熱性を高めるためにハンドガードの上下には排熱用の穴が開けられている。ハンドガードの仮面には南アフリカが独自に設計した 40mm 口径のアンダーバレル式グレネードランチャーを装着できる。重厚のフラッシュハイダーは R4、R5 と異なり前端部からスリットが入る形になっている。また、このフラッシュハイダーは 22mm。 ライフルグレネードを装填するためのソケットを兼ねている。トリガーガードは、グリップ下端部分まで伸びており、厚い手袋をつけたままでも操作が容易となっている。トリガーは、スライド式であり、内蔵レバーを介して、ベクター R4 本来のトリガーメカニズムを遠隔式に作動させる。小準機については、ブルーパップ方式の短所の一つである、全長が短いために、 前後のアイアンサイトの機線長を長く取れないことから、アイアンサイトを一切装備せず、光学照準器を装着するように設計されている。光学照準器のマウントは、内部の重心付け根部分に装着されている。標準装備としての照準器は、倍率1倍の反射式光学照準器を搭載しているが、必要に応じて、 他のダットサイトや倍率付きのスコープ、アンシスコープなどに換装可能である。CR-21 は本来は R-4、R-5 の後継アサルトライフルとして南アフリカ国防軍に全面配備する予定であったが、南アフリカの財政難などから更新が進んでおらず、南アフリカ陸軍公式サイトでも一切触れられていない。また輸出についても採用国は、 ほとんどなく、商業的には失敗作となった。ただし、2011年のベネズエラ軍のパレードにおいて、パレードに参加していたベネズエラ兵の一部が、CR-21 と、おぼしき照準を装備している写真も存在する。ありがとうございます。